ユーカリが丘、スカイプラザユーカリが丘、スカイプラザユーカリが丘は、千葉県桜市に所在する集合住宅群の総称。ユーカリが丘4丁目にあたる。超高層マンションのイーストタワー、ウエストタワーは、ツインタワーとなっている。中心部には、商業施設のスカイプラザモールがある。イーストタワーウエストタワースカイプラザユーカリが丘左、から、ウエストタワーイーストタワーサウスタワー、 中央は、スカイプラザステーションタワーコンパクトシティの原型とも、いえる、シティインシティ構想に基づき、800世帯を超える3棟の超高層マンション及び1棟の高層マンション、大型商業施設、クリニックモール、放送局、文化センター、コミュニティホール、フィットネスクラブなどを整備しており、ユーカリが丘の賑わいの中心地として機能している。4棟の住宅棟と、 商業棟で構成され、地区センター駅よりペデストリアンデッキでエントランス付近まで直結している。また、ユーカリガオカ駅からは屋根付きのバリアフリーアプローチによるペデストリアンデッキにて接続している。南側にはユーカリプラザ、北側にはイオンタウンユーカリガオカが所在している。スカイプラザユーカリガオカサウスタワー、ウエストタワー、イーストタワーは超高層建築物となる。 共同住宅及び店舗からなり、設計、工事管理は、山よ、設計、鹿島建設、志向は、鹿島建設、熊谷組、戸田建設、デベロッパーは山間が行っている。住宅街より、ウエストタワーイーストタワーを望む、スカイプラザユーカリガオカイーストタワースカイプラザ、ユーカリガオカウエストタワースカイプラザユーカリガオカサウス。 タワースカイプラザユーカリガオカセンターハイツスカイプラザユーカリガオカの低層階には集合クリニック NHK 文化センター近隣には大規模商業施設のイオンタウンユーカリガオカユーカリプラザ娯楽施設としてアクアユーカリユーカリボールがあるスカイプラザユーカリガオカの中心部には延べ床面積が 約2万1500平方メートル、店舗数は約50から60店舗の商業施設棟、スカイプラザモールがある。1992年にユーカリガオカサティとして開業。1999年3月6日に開業したサティ2番街営業時には、サティ1番街としてユーカリガオ駅から連絡する屋根付き通路を通して一体的な運営が行われていた。サティが イオン系列のイオンディテールに吸収、合併され、店舗ブランドをイオンへ転換し、イオンユーカリガオカ店に名称が変更された。2016年6月、直線距離で200メートルほど離れた場所にイオンタウンが開発、運営するイオンタウンユーカリガオカが開業し、イオンユーカリガオカ店は、各店舗だったイオンの総合スーパーや、 各種専門店をイオンダウンユーカリガオカへ移転し6月5日で営業を終了した。7月頃に内装の解体工事に着手し、2017年11月28日にオーケストアを各テナントとする山満直営のスカイプラザモールとして順次開業した。ありがとうございます。